マイナス10キロ痩せるリンゴ酢レシピお伝えしていきます。私も毎日美味しくいただいているんですよ。ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢レシピで痩せることができるのかというその痩せるポイントについてお伝えしていきますね。3つあります。1つ目です。それはあなたの腸内環境がこのレシピで整うからなんですよ。もう痩せたいという思いが終わりの方がまず何をすればよいかって言いますと、腸内環境を整えることがもう大前提になってくるんですね。そうすることで自然と本来持っていたその痩せ体質にですね生まれ変わることができるからなんです。逆にここを無視していろんな食事制限をしたとしても、何か我慢するとかね、もう一生懸命ジムに通ったとしても長期的にリバウンドなしでね痩せることってできないんですよね。なぜかというと太ってしまう体質のまんま一時的に落ちたとしてもまた元に戻るようにお体がなっているから、もうこれは仕組みなんですよね。そうならないためにもあなたの日々の努力、それも必要ですけれども、その努力がきちんとですね結果につながるかどうかっていうそのポイントがこの腸内環境が整っているかどうかっていうことが大事なんです。じゃあどういう状態が整っているのかと言いますと、あなたの腸内にですね痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちがまず種類が多くて、そして元気いっぱい動いてくれて、すぐにいなくならずにいつまでもあなたの腸内であなたと共にもう一緒にですね共存生きていってくれるっていう、そのタッグを組むってこれすっごく大事なんですよね。もう強力なパートナーなわけです、人生の。そこをしっかりですね掴むことができましたら、あなたはダイエットにも成功しますし、もう何よりも健康美です。体の中から美しく健康になることができますから、ぜひベース腸内環境を整えるためにもこのレシピを活用してくださいね。では2つ目です。代謝が促進されます。いかがですか？もうここ数年なんか代謝が落ちてきたみたいです、先生何をしても痩せませんとかね、よくお悩み受けるんですよね。もう確かにね、誰しもそうですよね。もう何もしなければ年齢とともに代謝ってどんどん落ちていってしまって、結果今まで同じように食べていたものを取っても燃やす力が落ちてますからね、どんどん身になってしまって太るわけです。じゃあそこを放っておくんですかっていうことですよね。いやですよね。もうどんどん落ちる一方をこう悔しくね眺めていくわけにもいけませんよね。だったら今落ちていってしまうこの代謝をご自分でどうやって上げていくことができるかって、やっぱ工夫する必要がある。そこでこのリンゴ酢を使われますと、この代謝をアップすることができて、結果カロリーを取ってもそのカロリーを熱としてですねエネルギーとして使うぞって、その燃やす力がアップするわけですから、ここも味方につけていきましょう。そして3つ目、脂肪の蓄積を抑えてくれます。これも大事ですよ。同じものを食べていてもこのリンゴ酢をどんな量をどんなタイミングでどのように食べるかが分かっている方っていうのは痩せることがね本当に簡単におできになっていってるんですよね。こちらの YouTube チャンネルのコメント欄もそうですし、 LINE の方にですねたくさん私コメントを毎日いただいてるんですけれども、先生がおっしゃってたこのリンゴ酢のレシピとかドリンクとかいっぱい出していらっしゃるんですけど、それを私試したらもうね、あっという間に1キロね、あんなに何をしても痩せなかったのに1キロね落ちちゃいましたとかね、もうこれ続けてみますって嬉しいコメントいっぱい来てるんですね。でこのリンゴ酢ダイエットのおすすめする一つのポイントは簡単だからなんですね。もう難しいとかできないとかね、なかなか買えないとか手に入らないとか続きますかっていうことなんですよね。やっぱり私がモットーとしてるのはもう簡単で腸活、もうこの2つ
で美味しいですよね。美味しくなければね続きませんからね。なのでもう私この動画以外にもたくさんね美味しいレシピ腸活メニューあなたにお伝えしてますから、ぜひこの動画をご覧いただいた後に別の動画もチェックしてみてくださいね。では2つ目の項目に移っていきましょう。何をということで、今回は痩せる効果の高いリンゴ酢を使ったレシピの それぞれが持つ材料の痩せるポイント効果についてあなたに詳しく掘り下げて分かりやすくお伝えしていきたいと思います。まずベースはリンゴ酢を使います。もうこのリンゴ酢というのはもう数多くあるいろんなお酢の中でもとってもね痩せ効果の高いお酢になるんですね。脂肪燃焼効果を促進してくれます。まあ、要はね溜め込んだ脂肪をどんどん燃やしてくれる効果が強いわけです。そしてその結果基礎代謝が上がって脂肪がつきにくくなる体質へと変わっていくんですよね。でまた血糖値の急上昇をグッと抑えてくれるのがリンゴ酢になります。ここがねポイントですよ。なんで太るかってですね、血糖値が上がるんです。その時に一番脂肪がいっぱい溜まっていくんですよね。うわーもうこんなに食べないでっていうぐらい加速するわけです。だからこそですね、ここでこのリンゴ酢のこの血糖値を急上昇ギューッと抑えてくれて緩やかに上げてくれる効果を使えば、その間脂肪を溜め込む率量も減っていくわけですよね。もうここが違うわけです。ですからこの効果を使わないではないですよねってことです。そしてリンゴ酢は数あるお酢の中でも一番酢酸の働きが高いお酢なんですね。その結果あなたの腸の動きがねとっても良くなります。もうどんどん腸が元気になってくれるんですよね。もうあなたの腸がもういろんなねことが重なって、あもう働けませんってなってる時にこの酢酸がですね、頑張れって応援に来たよってね手助けしてくれるわけですよね。そしたら腸もよかったありがとうってね、助かりましたって言って、よっしゃ頑張るぞっていうことで腸が元気に動き出してくれるわけですよね。そうすると先ほど項目1でお伝えした通り腸内環境が整う、善玉菌痩せ菌たちがやったーってね喜んでくれるわけですから、ここもしっかりとっていきましょう。そしてなんとですね、満腹感も得やすくなります。普通にいろいろ食べてる、まあ、いろんな味付けあると思うんですけれども、このリンゴ酢を調味料として使うことでそれだけであなたのですねその暴走してしまう食欲をこう抑えることができる効果もゲットすることができるんですね。そして最後むくみ改善効果もあります。カリウムが取れますからね、もうここととっても大事ですよ。もうこれからの梅雨、もう私がいるねここ大分県別府も梅雨入りしたんですけれども、湿度が高いともうとにかくね体内の水分がこう外に出にくいんですよね。ますますむくむわけです。そんな時にこういったリンゴ酢を取ると水分代謝が良くなって、体外に水分、余計なものをね水分出してくれる効果が上がりますから、むくみ改善にもなるので見た目の問題もここで改善できますよってことになるんです。次の材料は昆布になります。実は昆布ってですね、もう食物繊維が豊富なんですけれども、なんと2種類同時にそれぞれ効果がある食物繊維がね取れてしまう優れものなんですよね。便を柔らかくしてくれる水溶性食物繊維と、その便のかさ増しをしてこうぐんぐんですね腸の動きを良くしてくれる不溶性の食物繊維、この2つが同時に取れてしまうので、結果あなたの腸内の痩せ菌たちの餌となって、もうどんどんデトックス効果がアップして便秘改善にもなるのが昆布なんですよね。でまたリンゴ酢と同じで血糖値の急上昇もこれまた昆布がですね抑えてくれますから、ここでもさらに脂肪を溜め込む力がそのなくなっていくわけなんですよね。でまたコレステロール値も抑えてくれますよ。なのでコレステロール値が最近高いって病院から言われたって悩んでらっしゃる方は昆布を使うといいんですよね。でまたここもですね満腹感を得ることができますから、リンゴ酢同様しっかりとここで昆布とリンゴ酢をセットで摂ることでですね、あなんかもういっか食べなくてもこれ以上ってねこう慣れる体質へと変わっていくことができるんです。そして次の材料は
干し椎茸を使います。これは生の椎茸ではなくて干し椎茸でお願いいたします。なぜかというと干して天日干しされたことで栄養価がもう何倍にも大きくなっていくことで、あなたはしっかりね栄養が取ることもできるんですね。その結果食欲をコントロールしてくれるホルモンであったり、体重をコントロールしてくれるホルモン、そういったホルモンのその材料となるその栄養ですよねをしっかり取れますから、そのことで痩せる効果もアップすることができるんです。でこの干し椎茸も実は昆布と一緒で同時に2種類の食物繊維を摂ることができます。しかも生の椎茸に比べて食物繊維がもう10倍になるんですよ。干してるだけですごいでしょ。これ絶対ね生の椎茸をその摂った量の10分の1で済むわけですよね。コスパもいいですよね。ですからどうせ召し上がるなら絶対に干し椎茸の方がおすすめです。そしてコレステロール値もね昆布と一緒に下げてくれますし、また干し椎茸はビタミン D がねすっごくね豊富なんですよね。ですからそのことで免疫力もねアップすることができるんですよ。今もいろんなウイルスがねいる中で私たち暮らしてますよね。で結局その感染するのは怖いですが、もともと免疫力が高ければ感染しませんからね。なのでそれほどやはりウイルスと戦う力を手に入れる必要があるんですよ。その時に免疫力が低いようなものばっかり食べていては危険です。例えば甘いものとか脂っこいものとか添加物いっぱいの加工食品とか、そういったのを常日頃から知らない間にお口の中にねどんどん運んでしまって体内に入るともう一気に免疫力ガタ落ちですから、結果ウイルス感染病にもかかりやすくなるわけです。じゃあ逆に言いますと、私がこのチャンネルでお伝えしているような腸活メニューです。腸活メニューを取られますと免疫力がアップするんですよね。なぜかというと免疫細胞の全体のもう約7割程度が腸管、要は腸内にいるからなんです。ですから腸が汚れている方は免疫力が低くなって結果病気にかかってしまう。逆になんでこの人元気なんだろうって、もう私インフルエンザなんかかかったことないという方周りにお一人やお二人いらっしゃいませんか。そういった方の腸内は綺麗なはずです。もうすごく腸が元気だからこそ感染したくてもできないわけですよね。ものすごく元気、もう中から元気なわけです。私もそうです。ですからあなたも免疫力を上げる意味でも腸活メニューを美味しく食べていただきたいなと思うんです。そしてこちらもですね、なんとむくみ改善のカリウムも取れます。なのでもう一気にですね、体重が減ったのにむくんでいたら見た目が変わりませんよね。そんなのつまんないじゃないですか。その時にしっかりむくみを取ることでキュッとね絞っていきたいと思います。では最後の食材、痩せる効果です。今回は鰹節も使います。こちら鰹節ってもうすっごくパーフェクト食材なんですよ。もう本当に今までお伝えした昆布とか干し椎茸とかこの鰹節もそうなんですけども、もう日本人ってすごいなってね思いませんか。もうこんな保存食をですね発明して、もう昔からですねこれでしっかり栄養をとってきて免疫力を上げて元気いっぱいで暮らしてきてるんだなって、ご先祖様たちすごいなって本当思うんですよね。もう日本食って私も世界に誇る食事だと思ってます。でそのうちの一つが鰹節なんですよね。鰹節のダイエット効果です。脂肪燃焼効果、リシンが入ってますから、もうすっごくね鰹節を何にでも振りかけて召し上がったらいいんですよ。脂肪燃焼効果をそこでゲットすることができます。でまた嬉しいのが食欲を抑制してくれるヒスチジンという効果もあるんですよね。この成分が入っていることで暴走する食欲をぐっと抑えてくれますから適量で済むわけです。やっぱり中庸といってね、食べ過ぎも良くないですし食べなさすぎても良くないわけです。どっちもデメリットが大きいな時にこのバランスをいかに取るかっていうこの考え方がすごく大事になってきますよね。そして必須アミノ酸がなんと全種類9種類取れちゃいます。
すごいですよね。いろいろねご相談を受けるんですよ。先生、このアミノ酸を取るときにどんなねものを取ればいいんですかとかね言われるんですけども、もうこれ鰹節取ってくださいってことですよね。全部取れちゃいますって。すごく手軽に取れますから、ぜひ鰹節で必須アミノ酸もそのちゃんと外から取らないといけませんからね、体外から取ってあげましょう。そして低脂質のタンパク質が取れます。でこの低脂質といえば、要は良質な良い質のタンパク質なんですよね。これはその良い質のタンパク質っていうのは体内ですごくね吸収されやすいんですよね。悪質な例えば添加物がたっぷりこう薬品が入ってるお肉とか、もう質の悪いお肉とかを食べ過ぎてしまうと、体ってこう酸化してね、体内の体液が酸性に傾いてしまって、結果病気になったり太ってしまったりするわけですよね。その時にやっぱりこういった鰹節のような良質のタンパク質を召し上がっていただきますと、消化吸収に負担をかけずにスーッとね、あなたのお体にこう染み入ってですよ、もう結果すぐにあなたのお体を作る筋肉とか内臓とかですね、まあ、全部そうですよね。髪の毛とか爪とかタンパク質、臓器を作る元をシュッとね取ることができますから、ぜひ鰹節もこのような形で取ってみていただけたらと思います。ではお待たせいたしました。いよいよレシピご紹介していきますね。3つ目の項目、どのようにに入りましょう。ここではまず材料、そして作り方、そして実演の動画もご準備しておりますので、ぜひ作る時の参考にしていただければと思います。まず今回おすすめするリンゴ酢のレシピというのは何かと言いますと、リンゴ酢の出汁になります。これね先生、リンゴ酢の出汁って何よってね思った方いらっしゃるかもしれませんが、もうめっちゃくちゃ美味しいんですよ。で私はどのように食べているかと言いますと、もう朝ですね、もう毎日毎日私国産の納豆を食べるんですが、いろんなね食べ方するんですけれども、今もうハマっているのがこのリンゴ酢だしを使った納豆なんですね。でも朝こうパカッとこう納豆のパック開けますよね。そしたら添付のタレがついてるじゃないですか。もうあれは躊躇なくね捨てます。もうごめんなさい、作ってくださってる方に申し訳ないんですけども、あれは化学調味料がたっぷり入ってるので私はもう絶対に使わないんですね。もうそれを躊躇なくもうポーンと捨てまして、何を入れるかと言いますと、塩麹を軽くスプーン1杯と、このリンゴ酢の出汁を鰹節とか椎茸とか昆布はですね入れることないかな、鰹節とちょっと椎茸も一緒に入れちゃえと思ってですね、ガバッと取って大さじ1ぐらいね入れて、うわーってかき混ぜるんですよ。そしたらもう鰹節とか昆布とか旨味の香りと、そのリンゴ酢の爽やかなこうフルーティーなねこう酸味と納豆がもうふわーってね、もううわ早く食べたいってなるんですよ。でそれを熱々の玄米ご飯にかけて、えいってね元気いっぱい食べてます。もうあなたもぜひですね、私と同じように同じご飯召し上がってみてください。もうめっちゃくちゃおすすめです。それでちょっとすいません興奮してしまって、材料をお伝えしますね。もうそれぐらい美味しい出汁になります。で特にその納豆が苦手っていう方とか、その納豆以外にもどんな食べ方があるんですかっていうご質問もあるかもしれないんですけども、万能なんですよね。もうどんな、要は調味料として使ってしまえばいいんですよね。あとはもうそのまま酢飯です。私は白米は食べません。血糖値が上がって、もうあれは死んだお米って言われるぐらい栄養価がないから私食べないんですけども、私はその玄米ご飯にこのリンゴ酢だしだけをね、ちょろちょろちょろとかけてシャーって食べても、さっぱりして、そこで梅干しとか入れてみてください。もうめっちゃくちゃ美味しい。梅干しとリンゴ酢だし。この組み合わせもめちゃくちゃおすすめですよ。そういった形でご飯にかけてしまっても血糖値の急上昇も抑えることができますし、もうすごく香りがよくっておすすめです。なんか鰹梅を食べてるような、ね、感じになります。では材料です。リンゴ酢、これはぜひ純リンゴ酢を選んでくださいね。無添加のものですよ。余計な甘味料とかアルコールとか化学調味料とか香料とかそういったのが入っていないもの。じゃあなんで書いてあるかと言いますと、裏の原材料名を見るとたった一つだけでできているものです。なんて書いてあるかと言いますと、リンゴ果汁 100% で、良ければできればですね国産でオーガニックがおすすめです。そういったリンゴ酢であればどこのブランドでもいいと思います。
を 300cc 準備してください。そこに切り昆布ですねをだいたい12センチぐらいの長さ1枚用意してください。あとは干し椎茸を2個分ですね、まあ、コロンとそのまま丸いねカット前の干し椎茸お持ちの方はもうコロンとこう2つね入れてもいいんですが、私は今回実演で使ったのはすいません丸ごと干し椎茸を切らしておりまして、ちょっとスライスカットの干し椎茸使っているのと、私がなんでカットを使うかと言いますと、カット干し椎茸ですとその一緒に納豆に入れて食べたりできるからですね、美味しいですを、まあ、大体約2個分ご準備されたら十分です。あとは鰹節ありますよね、大体1パック入ってますよね、あの量でしたらいいと思いますをご準備してください。はい、では作り方お伝えします。1、保存容器にカットした昆布と干し椎茸、あと鰹節を入れます。で最後にリンゴ酢を注いでしっかりと蓋をしたら完成。常温で、まあ、一晩置けばもう翌朝には召し上がっていただくことができます。でこちらはですね、まあ、目安としましては出来上がったそのリンゴ酢の出汁はですねそのまま常温で2週間ぐらいは保存が可能ですが、その環境にもよりますから、もう暑すぎるお部屋とかね、湿度が高いとか、その密閉するときにちょっと菌が入ったとかいうときはまた変わってきますから、できる限りお早めに召し上がっていただくと良いと思います。では今から実際に私が作っている様子、実演の動画をあなたにご準備しましたので、ぜひ作るときにお役立てください。どうぞ。いかがだったでしょうか。今回は痩せる効果の高いリンゴ酢を使った痩せるリンゴ酢の出汁をあなたにお伝えしました。もう出汁ですから、もういろんな万能調味料としてアレンジが効きますので、ぜひあなたなりにもアレンジして召し上がってくださいね。お役に立てたらとっても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。